まさかあいつも楊貴石を狙ってるのか。だが命までとなると話が違う。目的は別にあるということだ。まあとりあえずお前が無事でよかった。お前にそんな思いもさせないで済んだんだ。情けない。待たせたね。すまない。さあ、乗って。これはどういうことなの？彼女と先生がどうして一緒に？何事なの？見張っていないで出て行った方が良かったんじゃないか。いいえ、違うわ。禁断の愛は見つめて育むものなのよ。愛？そうよ、教師と生徒の禁断の愛。あ、なんて美しいの。うん、地球の美は難しいな。おい、そこの酔ってないで家に戻るぞ。ルイザさん、千秋に聞いた。家庭訪問だそうだ。え、家庭訪問？やっぱり私たちについてなのかしら。その日の気分だよ。私はガーデニングエリアに住んでいるから歩いても学園に帰れない。さっき連絡を入れてみたけれど、お母さんはもう家にいるそうだよ。それで君の家族について少し確認してみたら、お父さんは市内にある花咲テクノロジーグループの研究所に勤めているんだよね。花咲は巨大な企業だよね。行っている事業もかなり手広いようだし、研究所も7カ所くらいあるんだな。この篠塚市自体、花咲の本拠地として発展してきたと言ってもいいよ。まあ、この話も受け売りだよ。私も君が転入するのと同時に羽の塚学園に赴任したくて。お母さんは童話作家のハリウッド・マイさん。なんだい？それはまた変わった持論だね。まさか君にも。徹底しているな。それじゃあ私もマイさんと呼ばないと怒られるのかい？わかった、心得ておくよ。ずいぶん嬉しそうだね。どうしてだい？そうだね、きっと君は私がお母さんを認めてくれた気がしているんじゃないかな。
にはそれぞれの考え方や望みがある。それだけのことだよ。うん、君のお母さんについても大体分かったよ。お父さんはやはり家にいらっしゃることが少ないようだ。できたら話をしたい。そろそろ着くね。近くに車を置ける場所はあるのかな。助かるよ。じゃあ降りる準備をしておいて。お邪魔します。舞さんいらっしゃいますか。お帰りなさい。この方は、はい、帰ってます。けど、お仕事がしたいから、誰か来たらお出迎えをしてねって頼まれたんです。すみません。僕って出てこない方が良かったんですか。彼は誰なのかな。ああ、そうなのか。それもお母さんが。見ず知らずの子。親切心なんだろうけど、少し行き過ぎかな。まあ、とにかくお邪魔させてもらって、直接話を聞くとしよう。まあまあ、先生、すみません。お待たせしまして。娘がいつもお世話になっております。こちらこそ突然すみません。彼女の担任の国谷和樹です。知ってますよ。4月にこの子が転入するときにお会いしましたものね。直接お話をするのはそれ以来ですね。どうですか、町にはもう慣れましたか。もちろんですよ。ここに戻ってきてから執筆も順調。この子も元気いっぱいですし。それはよかった。やはり生まれ育った町が一番なんでしょうね。それでですね、今日は少々舞さんにお聞きしたいことがありまして、お邪魔させていただきました。何でしょう。ここ数日でこの家にいとこや留学生を受け入れているようですね。そうですね。それについて何かお考えは。賑やかになっていいですよ。このお家、私たち3人にはちょっと大きすぎますからね。そうだけど
でみたら広すぎたんだもん。意地悪ね。舞さん、高校生というのは多感な時期です。もう少し彼女の気持ちにも配慮してはどうでしょう。それはちゃんとしているつもりですよ。その証拠に私とこの子とっても仲良し親子ですから。まあ確かにお二人の関係は非常に良好なようですね。本日はお時間を設けてくださってありがとうございました。私はこれで。はい、楽しかったです、先生。そうですか。これからも娘のこと、それからルイザちゃんのこともよろしくお願いしますね。ええ、もちろんです。では失礼いたします。なんと言えばいいのかな、のれんに腕押しとはこんなことを言うのかな。結局七星くんたちのことはうやむやに流されてしまったな。しかしこれではますます心配だな。このまま君を放っておくわけにはいかない。担任としての立場から逸脱してしまうかもしれないけれど、これからしばらくはまめに君の様子を見に来ようと思う。何かあったらすぐに言いなさい。できる限り力になるよ。やあ、おかえり。今帰りなのかい？いや、さっきまで観察。ごきげんよう、国谷先生。そうですのよ。同じ留学生同士、親睦を深めるべくいろいろ話し合ってきたところです。なんだ二人とも急に。七星さん、そうですわよね。そうだな、七星。それで先生はどうしてこちらに？先生もここに住むのか。急だけど家庭訪問をさせてもらったんだ。今舞さんと話し終わったところだよ。何の話を？俺たちは正式な留学生です。先生がご心配されるようなことはありませんか？まあ、そうだね。私の個人的な相談事だよ。同じく、これは君たちに個人的なお願いなんだけれど、あまり彼女を困らせないように。もう先生、それは誤解です。私たち仲良くやっていますよ。それならいいんだ。みんなそれぞれ日本での生活を充実したものにするようにしなさい。それじゃあ私はこれで。みんなまた来週学校でね。ダメです。何やってるんですか、瀬尾さん。残念、見つかっちゃった。スバルさんとの娘、もうちょっとで
彼女にあんなことやこんなことができたのに。何をする気ですか。そんなこと僕が許しません。俺も許さない。七穂さん、殺気が隠れていなくてよ。怪しい気配がしたの、ここの真上から。ルイザじゃないか。あ、俺はここにいるぞ。あら、いらっしゃいましたの。そっちは何だったのかしら。私が気がついたその一瞬で消えてしまったけれど。あの、確かめてみればいいんじゃないですか。誰もいませんね。やっぱり気のせいだったんじゃないでしょうか。でも確かに気配がした。ですね、きっとそうですよ。ま、そう考えるのが妥当だな。どうだ、セオ。腑に落ちないけれど、そういうことなのかしら。みんな、何を騒いでるの？早く寝ないとダメよ。そうね、ごめんなさい、騒ぎ立ててしまって。もう休みましょうか。あの、今度は彼女の部屋に入ったりしないでくださいね。わかってるわ。じゃあ、おやすみなさい。なんだあの女、やけに勘のいいやつだな。今日のところは引き上げるか。行くぞ、トドロキマル、アカツキマル。おはよう。おはようございます。ルイザは出かけた。セオは寝てる。セオさん、昨夜すごく夜更かししてたみたいですよ。おはよう。朝ごはん食べる？七星ちゃんたちはもう食べたわよ。ここ2、3日は研究所に泊まり込みですって。おはよう。すっかり寝坊しちゃった。おはよう、セオちゃん。朝ごはん食べる？ええ、もちろん。いただきます。